海自治機イージス艦建造で国連を恐れるイージスシステム搭載艦は、最大級、4方向3次元索敵で迎え、反撃型で、ミサイル無効化を詳しく見ていきますね。日本を敵視する国々が、日本本土を攻撃できる、弾道ミサイルは多数存在しており、弾道ミサイル防衛能力の向上は、喫緊の課題である。防衛省は、弾道ミサイル攻撃から、国民の生命、財産を常に守り抜くための能力を抜本的に向上させることを目的とした、イージス・アショア、2機を導入すると、2017年に決定していた。しかし、2020年12月18日、いろいろな問題点を解決することができず、イージス・アショアの配備を断念し、代替案として、既存のイージス艦よりも、はるかに高い迎撃能力を有するイージスシステム搭載艦2隻を整備すると発表した。2022年12月16日、敵のミサイル発射基地などを潰す反撃能力の保有を明記した国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の防衛三文書が閣議決定された。日本の近隣国では、北朝鮮がミサイル実験を繰り返し、ロシアはウクライナに侵攻しており、いつ矛先を変えてくるかわかりません。ウクライナへ侵攻する以前に、日本を攻撃する案もあったと報じられている。そして、中国の軍事力の整備が進んでいて、アメリカを凌駕する勢いだ。これらの理由から、日本は、最悪の事態を想定し、迎撃だけの防衛から、反撃能力を保有する防衛へと、安全保障政策を大きく転換していった。ここで言う、反撃とは、敵が日本を攻撃してきた、手段そのものを叩き潰して、二度目以降の攻撃を完全に阻止することを指している。敵国から受けた攻撃を理由に、敵地本土に追撃することではないから、限定目標の反撃という形になる。攻撃してきた敵国の手段に反撃する手段とは、対ミサイル攻撃、対電子戦、対艦攻撃、対空攻撃、対地攻撃、将来的には対衛星攻撃に発展すると見られている。これらについては、それぞれの専門部隊が実施すべきであり、特に、イージスシステム搭載艦は飛んでくる、ミサイルの迎撃と、ミサイル発射母体に対する反撃を専門に実施する、護衛艦であるべきだ。日本は、孤立した島国であり、敵国のミサイルは、必ず海を渡ってくるため、その発射母体を撃滅することが、イージスシステム搭載艦の任務である。海上自衛隊の訓練や整備などのために、常時、周辺海域で任務を遂行できる艦数は限られていて、イージスシステム搭載艦2隻では到底足りないだろう。しかも、敵の弾道ミサイルの弾道の下に位置しないと、迎撃は難しいということがわかっている。つまり、日本周辺で常時警戒し、確実なミサイル防衛を実施するためには、警戒上中海域を、日本海において最低2カ所、東シナ海、太平洋にそれぞれ1カ所の合計4カ所以上を設定する必要があるということだ。加えて各海域において常駐、訓練、補給、整備をローテーションで行うとなると3隻は運用しなければならない。ミサイルの再補給は洋上ではほぼ不可能であり、港へ戻らなければならず、あの広い太平洋に1カ所という数では少なすぎるが、太平洋への敵艦艇の進出は事前に把握できるでしょうから、ひとまずは事足りると見積もられている。要するに、4カ所かける各海域に、3隻合計12隻以上のイージスシステム搭載艦を保有する必要があるでしょう。海上自衛隊は、2022年時点で、
既存のイージス護衛艦を8隻保有しているが、これらは護衛艦隊の対空防護任務を遂行する艦であり、外洋で活動している。だからこそ、日本本土を敵国の弾道ミサイル攻撃から守る任務を遂行する艦として、初めてイージスシステム搭載艦が整備されることになったということだ。そこで、ここから日本本土を攻撃してくる可能性のある日本周辺国の弾道ミサイル、巡航ミサイルの主要なものについて紐解いていこうと思う。一つ目は中国だね。中国はロシアと組んで極超音速滑空体 HGV 及び極超音速巡航ミサイル HCM をはじめとする極超音速兵器を開発中である。マッハ5を超えると言われている極超音速兵器は弾道ミサイルよりも飛行高度が低く複雑な軌道を描くことができるため探知、迎撃が非常に困難となっている。しかも、中国は弾道ミサイルに加えて巡航ミサイル YJ-18 を開発しており、こいつは固体燃料ブースターで発射し、ターボジェットエンジンで巡航し、最終段階では固体燃料で速度を上げて目標に到達する機能を持っている。さらに、中国は YJ-18 を発展させた CJ-100、ディフェンダー100、コチ100、をもすでに開発しており、こいつはターボジェットをラムジェットエンジンに変えて速度を上げ、射程も伸ばしてきた。世界三大軍事国家である中国、ロシア、アメリカともに極超音速兵器の開発と配備を進めており、弾道ミサイルに加えて巡航ミサイルも日本の安全保障にとっては非常に大きな脅威となってきた。二つ目は北朝鮮だよ。ご存知の通り、北朝鮮は各種の弾道ミサイルの実験を時期を問わず繰り返し、日本を射程圏に収める弾道ミサイルをいくつも保有している。北朝鮮は2022年11月18日、世界最大級の大陸間弾道ミサイル火星17号の発射実験を初めて成功させた。この火星17号は最高高度 6040.9km という宇宙空間まで上昇し、距離 999.2km を約69分間も飛行して、朝鮮半島東側の日本海の公海上の予定水域に正確に着弾させたのだ。これは宇宙ステーションの高度が約 400km に位置していることから、その15倍以上の高さまで上げる技術を会得していることになる。ちなみに、北朝鮮のミサイルが日本上空を通過するのは、2017年9月15日以来、5年ぶりで7回目となる。最後の3つ目はロシアだよ。ロシアも多種類のミサイルを製造している。その中でも、カリブルは、今後数年間、ロシアの長距離攻撃の主力となるのは間違いない。陸上攻撃型は、米国のトマホークに近い性能を持っており、対艦攻撃型の終末弾道は超音速で、致命的な兵器となり得るでしょう。また、追潜水艦型もあり、魚雷発射艦から発射する追潜ミサイルのスタンダード版になると言われている。発射母体は、トランスポートアー、エレクトアー、ローンチアー、通称、テルと呼ばれる地上の発射台付き車両のほか、艦艇、航空機、潜水艦である。陸上攻撃型である 3M14T と 3M14K においては、射程が最低でも 1500km を超え、かつ地形追従も可能とされている。2022年11月18日、北朝鮮と同様に、
ロシアは、RS-28 サルマト、通称、サタン2の実験を成功させた。プーチン大統領が、2018年の年頭教書で、アバンガルドは、隕石あるいは火の玉のように、目標へ到達し、ミサイル防衛システムは無力であると、発表していた。このアバンガルドは RS-28 サルマトに搭載、搬送され、目標の近く約 200km で切り離され、マッハ20以上で目標を攻撃する極超音速滑空体のことを指す。これはさすがにウクライナ戦争ではまだ使用されていない。ここまでが日本周辺を取り巻く悪しき国々のミサイルを紹介したわけだが、最後に日本の海上自衛隊が保有するイージスシステム搭載艦の迎撃多数反撃容量について要約する。現在のロシアとウクライナの関係のように高い軍事力を持つ国々がある時侵略の意思を持つ場合も当然あり得ることだ。中国のように日頃から他国を力による一方的な現状変更は困難であると認識させ、侵略の意思を抱かせないようにする抑止力も十分に効果があるだろう。敵国の侵攻を抑止する上で鍵となるのは、脅威圏外の離れた位置から対処を行えるスタンドオフ防衛機能を活用した迎撃多数反撃能力である。後者の反撃能力を1956年、2月29日に政府の見解として憲法上では誘導弾頭による攻撃を防御するのに他に手段がないと認められる限り誘導弾頭の基地を叩くことは法理的には自衛の範囲に含まれ可能であるとしていた。しかし日本はこれまで反撃能力を政策判断として保有してこなかったため現在急いで脅威圏外から対処する能力を強化しているところだ。